ただいまより第23回日本肝胆膵外科学会市民公開講座膵臓がん啓発キャンペーンパープルリボンキャラバン in 東京膵臓がんに光を当てるを開催いたします。本日の運営は NPO 法人パンキャンジャパン、そして協力させていただいております NPO 法人キャンサーネットジャパンが務めさせていただいております。またご協賛いただきました日本イーライリリー株式会社の社員の皆様もお手伝いに駆けつけてくださっています。スタッフはスタッフ証をつけております。後ほど皆さんからはご質問をいただきましてパネルディスカッションで先生方にお答えいただく予定になっております。それではすみません申し遅れましたが、私は NPO 法人キャンサーネットジャパンの川上幸子でございます。本日の司会と後半のパネルディスカッションのモデレーターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会に先立ちまして第23回日本肝胆膵外科学会学術集会会長の東京医科大学消化器外科教授青木達也先生より開会のご挨拶をいただきたいと思います。それでは青木先生を皆様拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。東京医大消化器外科の青木と申します。昨日まで、東京新宿で学術集会の、日本肝胆膵外科学会を主催させていただきました。その縁でパンキャンジャパンの方々と共催でこの会を公開講座を設けることが、できました。今回は膵臓がんということで、まあ、日本も外国も膵臓がんの治癒率は上がってきてはおりますけど、まだ他の消化器がんの比較しますとまだまだというところでございます。今日は日本の中のそうそうたる先生にご講演をお願いいたしまして、皆様のまた疑問点を少しでも解決できればと思います。それでは先生方よろしくお願いいたします。青木先生ありがとうございました。